皆さんこんばんは、アシナスでございます。えー、生配信ありがとうございました。えー、そして、12月のライブに来てくださる方々、ありがとうございます。そして、うんちしてすいませんでした。はい。あ <laughs> はい、すいません、えー。で、現在ですね、2時50分過ぎ、深夜の2時50分過ぎということで、 えー、もう間もなく編集が終わって、えー、ようやく寝れるかなといったところでございますが、えー、ここで皆さんにご報告がございます。少し休ませていただきます。はい。えー、11月はですね、えー、11月21日に、えー、ある動画が公開されるんですけども、えーまあ、結構すごい頑張った動画で、 え皆さんも喜んでいただけるのではないかなと思っているんですが、そちらと、あとはショート動画を数本えアップして、10日間ほど、12月の初めぐらいまでえお休みさせていただこうかなと思っております。というのもですね、僕の体調が結構ま、すこぶるいいんですよ。 えー、で、おじいちゃんの体調もすこぶるいいんですよ。もう過去最高ぐらいに。まあそこは本当に、えー、心配しないでいただきたいんですけども、ちょっと他のね、えー、YouTube 以外の仕事が、えー、ありがたいことに立て込んでおりまして、えー、そちらの方に注力したいかな、ということで、えー、お休みというか、うん、一番簡単な言い方すると、えー、サボりたいというね、えー、サボらせていただくという、 ことでございます。はい。でですね、えー、その間、えー、おじいちゃんとの食事の様子はですね、えー、おばの管理してる、あの、ハッピーワンハンハドレッド、バースデーの方で配信いたしますので、そちらの方でお楽しみいただければと思います。はい。で、えー、そうですね、12月のライブ情報とか、えー、漫才ですね、漫才のやつとか、 えー、アパレルの情報なども概要欄の方に載っけておきますのでそちらの方もぜひチェックしていただければと思います。はい。えー、まあね、旅行の、おできたし、えー、まあいろんなことができた1年間でありますが残り1ヶ月う、もっとね、なんか楽しいことができたらなとお企画考えておりますので、えー、ぜひ楽しみにしていただければと思います。 思っておりやす。ありがとうございました。